丘陵北西部にある骨八幡山、遺跡に位置丘陵は、新潟県の越後平野桃園にある丘陵。新潟石西盆地を特徴づける北北東から南南西に走る丘陵の一つ。その南源を鴨川とする。新潟市や気迫、五泉市、田上町、鴨市、三条市にまたがる位置にあり、第三期の終局山地をなす。 ウオヌマ丘陵廃車軸の北方延長線上に位置し、海石の進んだ丘陵で緩やかな谷が深く入り込んでいる。標高は約300メートル以下の起伏の少ない山地、丘陵である。南北20キロメートル、東西5キロメートル。標高は丘陵北端の秋。 葉山付近で83メートル、新潟市域南端の菩提寺山で248.1メートルでとなっており、五ま大山を最高点とする。丘陵北端部は、新潟市や木白において、中石平野に没する。古くから、里山として親しまれてきた。北西部の新潟市や木白金津周辺は、油田層があり、明治、大正期に盛んに採油された金津油田がある。 また、金津油田以外にも多数の油田が分布し、総称して、ニーツ油田と呼ばれていた。この地帯では、横穴や油性などの遺構が残されているほか、現在でも、油やガスが湧き出している箇所がある。さつき山公園石油の里公園内にある、里山ビジターセンター丘料内には、木漏れ日の遊歩道をはじめとする遊歩道が多数整備、されている。注釈出店。 ありがとうございます。